どうも、アレックスです。私のブログへようこそ。今回はね、千葉県の幕張メッセにあるロックフェスのノットフェスに行ったんだ。それでその話をしたいんだけど、僕が一番興味あったのは、イギリスのライブと比べたら日本のライブはなんかどんな違いがあるって僕は確かめたかったんです。でも、そういう話をする前に、まず僕ができた新しい友達の話をしたいんです。その人たちのために、僕はこのビデオだけ全部日本語でしたいんだけど、多分編集がすごく時間かかるから、我慢してください。多分遅くなると思いますが、すみませんでした。もともと俺が一人で行ったけど、ちょっとなんか幕張メッセ行きの電車がちょっと地震になって、隣の人に、これ幕張メッセに行きますかって声かけて、その人が、あ、行きますよって答えた。それで同じ駅を降りて、やっぱりその人が多分幕張メッセ行ってるんでしょうと思って、またその人に声かけて、あいつが僕のクロスフェイスのパーカーを見て、あいつ多分同じ場所行ってるんでしょうって、そういう会話を始めて、友達になった、一応。それで、俺たちが駅を出て、あの人が、ちょっと友達を待ってるから、と言ってて、俺が、あんまり一人で行きたくないから、あ、一緒に待っていいですかって、聞いて、あ、いいですよ、いいですよって言った。それで、全部で、全員で4人にやった。その友達の名前が、最初の人はケンタで、女の子の美咲で、長介、宝介、康介、覚えた。その人たちに本当に感謝してるから、もしこのビデオ見てるならまたありがとうございました、本当に。それで、幕張メッセについて、あんまり、意外とあんまり外国人はいなかったんだ。幕張メッセに入った時、なんかいろいろ食べ物や飲み物のなんかスタンドがあって、でも一番面白いのはなんかカラオケバンドがあったんだ。それは曲を始めて、なんか誰かがこの曲を知ってるなら適当になんかギターやドラムを始めていいって、そういう雰囲気でなんかいろいろ適当なバンドを作ったんだ。それは本当に面白かったと思った。それで会場に入ってステージが2つあって、ステージ A とステージ B。なんかステージ A のバンドが終わったらステージ B のバンドが始まるってことだった。イギリスのライブと比べたら大体同じだったけど、いろいろなんか細かいことがあったんだ。まず、僕はイギリスでこんなことを多分見たことないと思うけど、なんかなぜか多くの人がタオル着てたんだ。バンドの名前が書いてて、そういうなんか代表として来てるかなと思った。ダンスとして、なんかみんなが、ロックやメタル系のフェスだったから、普通のダンスは多分できないから、みんなが2ステップっていうダンスをやってたんだ。その例えはあまり良くないと思うけど、もっとなんか合う音楽があると思うよ。下にリンクを入れたから、時間あればどうぞそれを見て、多分すぐわかると思うよ、見れば。僕はそのダンスが見たことないけど、そのダンスを見るとなんかスカーのダンスじゃないかなと思った。それで俺の考えは、みんながこのダンスができれば多分俺のダンスもいいんじゃないかなって思って、ちょっと、あ、みんなこれを見たことあるって聞いてて、やっぱりなんかあんまり人気じゃなかったから、ドラム&ベースっていうジャンルと一番合うから、でもなかなか面白いと思った。ロックとそれも下にリンク入れるから、それを見てすぐわかると思うけど、ビデオと比べたら俺のダンスがあんまりかっこよくないと思うけど、面白かった。それ以外にみんながそのなんかおじいさんっぽいのをなんかなんか、もっと前行きたい人がちょっと、すいませんって言って、普通になんか、うわー、どけーって、それじゃなくて、なんかみんなちょっと、丁寧に、すいませんって。なんか、無礼な人が多いけど、普通になんか、丁寧で、ちょっと、前行きたいんですけど、大丈夫ですかって、そういう感じがした。さて、バンド。
まあ、相変わらず僕が一番好きなバンドは一番楽しかった。それはクロスフェイスっていう大阪のバンド。あの、下にリンクを入れますけど、超リンク入れてるけど、あの、何も見ないならせめてそれを見てください。本当にすぐわかると思いますが、あの、みんながメタやロックはあんまり人気じゃないとわかってるけど、とりあえずそれを見てみてください。そして普通になんかモッシュやなんか死の壁ウォールオフデスがあってて、俺はちょっとなんかすねに蹴られたけど、今もうちょっと痛いんだけどそういえばあのちょっとワノクロックのことなんだけど、なんかワノクのファンがみんな仲がいい。それはなんかびっくりしたんだ。みんながいつもなんか曲が終わったらまあなんかハイタッチをしたり、あの、ハグしたりしてたんだ。本当になんかちょっと感動したよ。そしてこういうこともあったんだ。それで土曜日は本当に楽しかったけど、なんかみんなは一日しかいなかったから、俺あんまりなんか明日のフェス行く気なかった。その上、マキシマムザホルモンって僕が一番見たかったバンドが、急になんかメンバーの一人、りょうくんがあの病気してて、あの出演キャンセルされてた。それでも日曜日にも行ったんだけど、あの行ってよかった。帰ってた時に一人の男の人があのクロスフェイスのパーカーを着てて、その人と、あ、ちょっとなんか、あ、クロスフェイスのこと好きっすかってあのそういう会話を始めて、あー、やっぱりこの人は大阪出身だからクロスフェイスをなんか10回以上見てたんだ。それでその人と一緒に大阪で来年あのクロスフェイスを見に行くんだ。とりあえず今日はここまでですが、もしあのノットフェスの音楽ってどんな音楽か興味あれば、下にもリンクがあるんだけど、それをどうぞ見て聞いてください。じゃあ見てくれてありがとうございました。さようなら。